こんにちは。今日から始める安心お得着物、着物楽安こだまです。今日は、うちは意外とまあよく YouTube でもまあおじやちじみを代表としておじやの紡ぎ地だったりとかおじや産地のものをいろいろやるんですけれども、僕正直言って動画でアップさせていただいたように思っていたんですけれども、この間ちょっとお客さんとお話してて、実際の実物をお見せしたら、なかなか洒落てていいねというふうに言われたんですけど、動画にも僕アップしてますよねっていう話をしたらば、いや見たことないですけどって言われて、私も調べてみたら、私も店頭では何人ものお客さんに実際に見ていただいたり羽織っていただいたりしてるんですけれども、この YouTube ではアップしてなかったみたいでうっかりしてまして、で本日撮らせていただいてるんですけれども、まあ、今回実は作らせていただいたのが、今回じゃないですね、もうこれはもうだいぶ前に私が小千谷の産地に行った時にお願いをしてきて、作ったものなんですけど、こういうおじやの、背中がこうエヴァになった、まあ、こういう斑点ですね。でこれは80番手のちょっと地圧の、60番手ですねの、地圧のおじや の基本的には通常はのれんにしたりとか、まあ、そういうものに使う生地らしいんですけど、僕がちょっとしっかりした生地のものがいいというお話をして、その60番のおじやの生地を手当てしてもらって、で荘園染めですね、まあ、のり型でこういう、まあ、エヴァの唐獅子の、のりを置いてですね、で、ベースのこのグレーのところは、ベースのグレーのところは荘園で、このちょっとぼかしになって、ちょっと青っぽく見えると思うんですけれども、ベースはこのグレーで、でこの青っぽく見えるところはここ藍染めですね。藍染め と、荘園のちょっと濃い色で手差しをしてぼかしをしてもらった、まあ、こういう羽織を、羽織というか斑点ですね、これは基本的にをちょっと作ってもらったんですね。でまあサンプルとしてお見せ用ということで、まあこういう、まあ角地といってですね、まあうちのお店の屋号の楽庵というのをこういう角地という字で入れてもらって作ってもらったもんなんですけど、で実際にちょっと羽織ってみますね。まあこうした感じで、先ほども言ったように基本これは羽織ではないので、襟はこういうふうに倒さないですね、まっすぐこういうふうにトントン、まあこういう感じの、まあなかなかねちょっとこう洒落たというかですね、ちょっと行き筋の、まあこんな感じの斑点なんですけど、まあ、意外とこれはうちでお客さんにお見せしたりとかするとなかなか洒落たもんだねっていうふうに言っていただくん で私も店頭に来ていただくお客さんには何人もの方に羽織っていただいたんで、説明したつもりでいたんですけど、基本まあこういうおじやの番手のちょっと糸の太めのですね、本来だとのれんや旗を作るための浅地に今言ったように荘園染めですね、荘園染めというのは基本的に
炭と一緒ですね。炭っていうのは、まあいわゆる松とかの木をいぶして、でそれのこうすすを、まあ炭の場合はそれをにかわで練って、固く乾燥させてもらう、させたものなんですけど、その荘園というすすのもので染料を作ったもので、こういうちょっとグレーが染まる、あのなかなか渋めでいい色なんですけど、まあこういうものを、作らせていただきました。まあ、もう一度ちょっと後ろを羽織るとこんな感じですね。まあこういう感じで、まあちょっとこう変わったものも、だから逆に言えばこういう斑点ではなくて、羽織として、まあエヴァ織、男性のね、エヴァの羽織としてこういうのを作ることも、基本可能ですので、何かこうちょっとね変わったものを羽織ってみたいというお客様には、まあこうしたものもなかなか洒落てるんではないかなというふうに思いまして、本日はちょっと動画を撮らさせていただきました。あのまあ基本これは型で、まあ一応こういう糊置きをして、まあ江戸小紋とか長板中型と同じですよね。で基本的に手刺しをしてぼかしの具合を入れてるという、まあこういうものなんですけど、基本的にまあ長着の背中にこういうのを入れたいとか、それからあと羽織を作りたいとか、おっしゃっていただければ、そういうことも基本的には可能ですので、なかなかちょっと変わった雰囲気で、面白いんではないかなというふうに思いまして、本日はちょっと紹介をさせていただきました。まあ私がうっかりして、アップするのを忘れてたんですけど、まあこんなものをもうだいぶ前に、私が小千谷にまあ行くたびにいろんな、古いものをちょっと見せてもらって、そういうものが作れればということで、まあまずは、店用のサンプルを作ってほしいということで、お願いをして、作らせていただいたものです。ということで本日は小千谷のちょっと厚めの番手の、麻ですね、これは、まあ、麻地ですねに、まあこういう荘園染めの、型染めをした、斑点ということで、お話をさせていただきました。ということで本日も以上、ありがとうございました。